はい、おはようございます。たちくんでーす。よろしくお願いしまーす。はい、ではね、新シリーズ行きましょう。タイトルまだ仮ですが、俺とニドキングの愛の間にポケセンなんか必要ないんじゃないか。ポケセン縛りプレイ、ポケセン一匹縛りプレイやっていきたいと思います。行きましょう。はい、ということで、まあ、ニドキングなら、あれ、ここ、毒消したっけいらね。別にポケセンいらねえんじゃねえかなって思って。あとは、この間アイテム縛りの時ね、ポケセン縛りやってほしいって声、何名かしてくれたので、まあ、初代でやることないなって思って、ちょっとやってみようかなって感じですね。あれ、これ今回の、プレイは、あれです。ポケセン縛りか。これだ。そっか。回復できねえのか。まあ、やるしかないけど。失敗しててもこれ垂れ流している予定なので、この時点で私もどうなってるか全くわかんないですね。ポケセン縛りね。ちょっとちゃんと覚えとかないと。まあ、死んでもいいやみたいになっちゃうかもしれない。一応、秘伝要因は、あ、ルールね、ルール。秘伝要因は、もうあらかじめ、全部覚えてる、ミュウを連れています。まあ、さすがにね、あ、まあ別に良かったんですけど、捕まえてもね。まあ、それは別にどっちでもいいかなって感じで、めんどくさいんで連れてきました。フレンドリーショップはか、あ、入れ替えになってる。あと強制回復のところは、回復しないので、ポケセンというかまあ、回復のところなしですね。うん、これも睨みつける2回だってのがよくわかんないな。まあ手探りでね。で、縛りをね、まあ徐々にクリアできたら増やしていこうかなって思ってます、このシリーズは。うん。とりあえずはいけんじゃないかな、別に。アイテムありゃ別になんてことはないと思うんだけどな。どうなんですかね。まあ、霞で負けちゃうかもね。あ、で、今回はリセットも金の縛らないので、まあ、完全に積むまでは、リセマラ。リセマラってどういう意味ですか俺、リセマラの意味知らないんだよね。まあ、リセットしてやっていこうかなって思ってますけど。うん。で、どんどんさ、縛り増やしていこうかなって思ったら、こいつ戦った方がいいんじゃないかな。とりあえず二度蹴り覚えないと話になんないもんね。まあ、何？あと何増やせるんだろう。まあ、今回はドーピングアイテムを使う予定なので、まあ、ドーピングアイテム、縛ったり。あとは何だろう。え、なんかめ、5も受けたんだけど。あとは、まあ、リセットね。リセットも縛ったり。あと何ある？あと、まあ、最終的には、PP アイテム以外とか。まあ、フレンドリーショップも縛れなくはないかな。まあ、わかんないけど、これ PP 大丈夫かな？でも体当たりって別にいらないよね、あんまり。固定の都合ですか、そう、PP の管理がね、これ多分やっていかないとわかんないんで、まあどうなるか。妹ですね。まあいつもより慎重にやっていきたいですね、だから。はい。二度蹴りって11レベルだっけな。だとしたら、だとしたら覚えないじゃん、これ。まあ、今回はちょっと野生でのレベル上げも縛らないでいきますね。今回は最ゆるでいきます。ガバガバ。うん、ガバン。ああ。まあ、ガバー、バルんでね。したいと思いますよ。でも俺、あれなんだよな。あ、でもどうだろうな。落ちてるアイテムとかもな。まあでも結局今回は角ドリル、うん、角ドリルと地割れゲーになると思うんで、まあそんなにむずくないのかなとか思ったりしてますけどね。
あ、でも霞か、霞で負ける可能性は全然あるのか。でも慎重に進んでいけばな、いける気するけど。霞って何で戦ったらいいんだろう。うわあ、危ないですね。穴を掘るのがいいのかな。ああ、マジか。半分いかないんだ。4打目。どうするこれ、いきなり負けたら。めっちゃだるいんだけど。まあ、最初はアイテムを使っていくか。あの、これ最悪アイテムをさ、拾いまくって売って、回復アイテム買えば全然足りるもんね、多分。いきなり、せっかく糸を吐くでダメージ回復したけど受けなかったわって喜んだのに。はい、10レベね。あー、そっか。これ、二度蹴り、覚えるかな？ああ。まあ、100万光年の人でいいか。10万光年か。あ、10万光年でレベル上げて、たけし行こうか。よーし。どっかきつい場所あるかな？なんか俺結構余裕だと思ってんだけど、なんか、やられた時にさ、戻るのがめんどくさいから回復してるけど、いつもポケ戦で。一切なくても余裕だと思うんだよ。はい。ああ、まあ、ここのはね、急所が怖いよ。こうね。ディグダー2発で落ちるよね、多分。あ、だよね。体当たりでいけるか。布で作っとかないとね。そうなんだ、PP 管理がな。PP 管理がえぐいな、ちょっと。冷静に考えると。だからこんな、オラオラ、まだ覚えないんかい。オラオラ使ってる場合じゃないような気もするんだけど。いや、しかもここはあれ、うわ、6も受ける。一回、時はの森でさ、トランセル出たから倒しとこっかなって体当たりしたら外したから倒すのやめて、TP だけ1減っちゃったわ、さっき。これで、あれ、一発目とのダメージ差すごいな。まあ、体当たりね。あ、オッケーオッケーオッケー。12で覚えんだっけ？これレベル上がる？あ、上がるね。オッケー。はい。あ、オッケーオッケーオッケー。二度蹴りね。腹の調子が悪い。じゃあちょっと傷薬使って、たけし戦。ここのたけしもわからんな。睨みつけるした方がいいのか？あと、PP 管理がほんとあれだな。できるだけ技を使い切ってから技を入れ替えたいよね。あとでも技マシンいっぱい覚えるから、PP だけを見れば別にそんな大丈夫な気もするんだけどね。よいしょ！そっか、2ターンか。2ターンだったらでも睨みつけるいらんのか。まあ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 。許容範囲。いいね！いけるよ。おきに。あ、そういえば今日おきに見つけました。ありがとうございます。苦節10人ぐらい。ありがとうございます。10人ってことは、なかなかの金額使ってますね。どうしよう、入蹴り。嫌な音か。いや、我慢の可能性あるから、睨みつけるから入った方がいい。想像以下のダメージ。我慢。あ、体当たりか。我慢待ちするこれ。でも2回、我慢、でもこれ、あれだな。逆にできなくなっちゃったな。まだ倒さないもんね。で、2ターンで負けちゃうから。まあ、やるしかない。で、次から二度蹴りか。はい。いいよ。OK。いいんじゃないでしょうか。ちょうどよかったね。睨みつけるも別にこの後いらないもんな。睨みつけると体当たりでなるべく倒したいよね。まあ、あとは、ヘドキングの暴れる何レベかわかんないな。20レベだっけな。正直全然調べないで、あれなんだよな、今。手探りでやりすぎてる感が否めないけど。そしたら、アイテム買って3番道路行こうかな。はい。あ、アイテム欄一応見とく？今こんな感じですね。うん。操作しとくか、ついでに。穴抜けの紐別に今買わなくてもよかった。てか、ポケ戦禁止だから別にお金を逐一使う必要もないですね。死ねないんだから。
よし。では、ここか。いや、どうしよっかな。でもこの後水鉄砲手に入って、メガトンパンチ手に入って、アパレル覚えて、のしかかりバブル光線穴を掘るでしょ？いや、やっぱ結構贅沢に使ってもいける気がすんな。無理やりこの辺使う必要ない気がすんだけど。どうなんですかね。あ、いいじゃん。あ、全然いいじゃん。体当たりで落ちるかな？いや、微妙だな。ここはちょっと角でついておくか。はい。いいよ。で、ビードルね。あ、ビードルか。ここは睨みつけると体当たりでいいんじゃない？そうか。こういう敵の時に、強化すればいいのか。これもポケセン縛りプレイヤーになりつつあるな。まだ10分ぐらいだけど。いいよ。はい。オッケーオッケー。とりあえず余裕だけど。どっからきつくなんだろう。疑問になるところは誰ですかね。かすみと、夏目か。あとは何だろうのか。あんま思いつかないけどな、正直。こんな大変そう。あ、間違えちゃった。角でつくもったいね。まあ、しょうがないね。はい。はい、やりました。虫捕り少年ね。よし。いや、これさ、ポケセンに行ってないということを証明するためにさ、デムのトレーナーを垂れ流さないといけないね。まあ、ダイジェストでお送りすればいいか。さすがにゴールデンブリッジとかはね、どうなのって感じだからね。あー、先制しないんだ。11レベルのコラッタに。こんな遅い。あの、このコラッタを1回で倒せるのはでかい。ないよ。アーボね。あ、そういえば、オキニの話していいですか？今日ね、まあ、お風呂屋さん行ってきたんで、あ、ナイス！行ってきたんですけど、まあね、すごい調べて、まあ正直見た目がね、そもそもタイプじゃなかったんですけど、これ下の方がいい気がすんな。あの写真、潜在写真とかね。うん。茶目日記とか。だったんですが、あ、なんか明るそうな子だなーって思ってね。まああとアニメとゲームが好きだと。いうことで。うわ、外した。めっちゃ外すじゃん。体当たり多分4回ぐらい外してんだけども。クソだな。お気に。あ、そう。話今合うかなって思ってその子にしたんですけど。めちゃくちゃね、愛嬌があったんですよ。で、まあ、正直、顔は全然タイプじゃなかったです。うん。あと、いやでも違う、別にあれか、若くなくもないか。なんかいつもちょっと若い子に行き過ぎてた。23だっけな。学年で一回り差でしたね。まあ、俺早生まれなんで、馬年なんですけど、まあ、学年的には蛇年なんだけど、相手も蛇年だったな。12個か。一回り差ってすごいよね。まあ、で、めっちゃ愛嬌あって、話上手で、まあ、なんか、適度にね、釣ってくれて、あ、ちょっと連打しちゃった。よかったなぁ。まあ、顔タイプじゃないというか、多分、まあ、普通だった。あ、もう進化ね。オッケー。大きにが進化しました。いやー。ちょっと通おうかな、久しぶりに。同じ子行くのちょっと久しぶりだな。あ、そして福岡の子でしたね。福岡か、博多弁いいよね。一番最初の私のお気にも福岡の人だったな。恐られるんだよな。あ、でもちょっと明るすぎたのはあるな。正直。ちょっと陰キャの俺には、眩しすぎるぐらい明るかったな。いやー、まあ倒すか。
のべつくがもうなくなっちゃうね。これそう、こういうのって取っとくか取っとかないかって問題もあるけど、まあいいか。ちょっと今回は、まあ、垂れ流しといてあれなんだけど、お試しというか実験的なとこもあるんでね。あいあたり先になくしたいよね、本当は。オッケーオッケーオッケー。これもう進化できるから。あれこれでさ、でも俺わかんねえんだよな、そういえば。ニドリーノの、ニドリーノのまま育ててれば覚える技ってあるか？早急にニドキングにしない方がいいのかな？まあ、やるならちゃんとそういうの調べろよって話なんですけどもね。そしたら、お月見山はもう別にトレーナー戦わないんで、理科系の男からでいいですよね。全部避けていきます。はい。はい、では、アイテム、取りまくってたんですけど、あそこの岩、確か PP アイテムだったと思うんで、こいつ戦おうかな。うん。イカ系の男って言ったんだけど、あそこ確か PP あるんだよな。いつも取らないんですけど、あそこ。こいつとわざわざ戦わないから。で、あとさ、二度蹴りの PP って多分使い切れないから、あれじゃない？山男。あ、抜群か。あ、あれ抜群の音なだけだっけ？忘れちゃった。倒せないんかい。あ、山男を倒した方がいいんじゃねえかなって思って。レベリングはちょっとさ、していかないと多分無理なんで。うん。ちょっと方針を変えます。まあ、方針を変えるというか。ガキ系の男から行くのをやめます。まあ、この PP のね、調節していかないと。てか、これもうすでに、やばいな、ちょっと。あれだね。イカ系の男とロケット団にやる技がないね。でも、ニドキングにしてメガトンパンチか水鉄砲を覚えさせないとダメだ。とか、ニドリーノでも、やっぱそうね。PP8だよね。素晴らしい。で、あと、山男も戦おう。うん。はい。はい。この子は、これ戦ったことないんだけど、手持ち全くわからんな。なんなら野生の石粒で倒した方がいいまである気がするんだけど。まあまあまあ。まあいいか。あとさ、マックスアップも拾ったんだけど、あとが進化させよう。はい。ということで、もう進化させます。うん。マックスアップとかは、売った方がいいのか使った方がいいのか微妙ですよね。あー、来たね、この、なんか、飛行派売ってそうなポーズのニドキング。かっこいい。カチュー版のニドキングもいいね。はい。まあ、こんな感じでこいつ戦おうかな。うん。うわぁ、びっくりした。なんだ子供か。なんだ子供かって。他になんだと思ったの？右手がクリームパンですね。いつもでね。うん、まあやっぱ使った方がいいよな。ああ、今日もかっこいい後ろ姿。あと25回もあるんだから。こうやって PP 節約しすぎて、最終的になんかめっちゃ余ったら意味なかったなってなりそうだけど。まあでもこれで経験値、ああいいね。まあどの道倒してるか。この量もらえるのは美味しいけどな。イワークなんだこいつ。イストゥーテイストゥーテイワークか。ああ、さすがにイワークは無理か。で、ああ、オッケーオッケー。ここで二度蹴りを使っても何も惜しくないもんな。いや、急所今出すんかい。あ、レベル上がんないか。そっか。まあ、オッケーオッケーオッケー。よし、そしたら、理科系の男か。はい。ということで、理科系の男ね。行きましょうか。とりあえず、理科系の男は今ある技で倒そうかなと思っているんですが、20で暴れるだよね。角でつくと、
体当たりと睨みつけるでこいつらを。おい、めっちゃ強い。こんな強いの。進化したら急に強いじゃん。まあ、そりゃそうなんだけど。優勝今じゃないのよ、だから。なんか結局俺、なんかこれ、あれな気してんだよな。TP の問題というかさ、まあ、自己死だよね。回復アイテムをケチらないことだよな。ケチらない、ケチらない結果、回復アイテムなくなっても困るしな。なくなることあんのか？これ結構簡単じゃねえの？もしかして。ひょっとしてだけど。なんか困るとこあんのかな？あんま想像つかんけど。あ、これのさ、俺の最終目標的には、まあ、ライブ配信でクリアすると。ただリセットもなし、レンドリーショップなしはだいぶきついよ。一匹じゃ無理か。ワンチャンいける気もするけど。まあ、これを繰り返してるうちにね、俺も進化していくことでしょう。OK。理科系の男もちょろいと。あと一番最初に捕まえるニドランオス、今回6レベにしたんだけどさ。まあ、それも4からね。あ、2レベっているんだっけ？ピカチュウ版だと2レベいないかな。わかんないな。2レベいるなら2レベから始めたいよね。そしたら最初から傷薬がカツカツになりそうだよな。野生まで縛ったら、もしかして竹市戦で、あれなんじゃない？あ、俺やべ。水鉄砲に帰る予定だったんですけど、あ、てか、あ、いいじゃん。水鉄砲てかメガトンパンチかな？メガトンパンチの方がいいかな？わからん。20で、暴れる、暴れるがわかんねえな。不思議な飴使っちゃってもいいのか。こっちや。はい、ニャースも倒す。メガトンパンチと変えるか。メガトンパンチはさ、後半の方に取っといたらちょっと危ないもんね。外して負ける未来あるもん。全然。はい。半分いく？あ、全然いかない。あー、微妙だな。じゃあもう一発か。ニドキングってこんな余裕だったっけ？俺なんかすごい想像をはるかに超える余裕さなんだけど今。楽しい。全然楽しいわ。一匹でやって、ポケセンも縛ってんのになんか全然楽しいんだけど。これどうしよっかな。ドーピングとかもいらない気がしてきたな。まあ、行くか。はい、ということで、民家の隠しアイテムの不思議な目取って、あと技をね、変更しました。うん。ので着くと、体当たり忘れさせて、水鉄砲とメガトンパンチに変えてますね。で、ライバル戦行きましょうか。ここのビジョンに、あ、鬼スズメか。あ、そっか、鬼スズメか。なんだ。全然ちょろいじゃん。どうしよっかな。メガトンパンチでいい気がするんだよな。ほら、よし。これ当てないのが本当に怖いよな。ああ、マジか。ちょっとダメージでかい、ちょっと。倒さないか。オッケー。あ、20レベね。てか、暴れる覚えたら、まあ、睨みつけるいらん。あれ、まだか。まだだっけ？あれ？俺の思ってたのと違うな。想定と違う状態になっている。まあ、倒せないんかい。想定と違いますね。はい。あ、急所今じゃないな。なんか無駄急所多いな。あ、こらったね。てか、やっぱニドキングいいな。強えわ。久しぶりに使った気がするけど。もうちょっとニドキングを使った企画を思いつきたいですね。なんか、ないかな。楽しゅうてしょうがない。やっぱ沖に行っていいよな。あ、オッケーオッケーオッケー。なんだよ、向きになっちゃってすいませんね。そんな向きになったつもりはないんですけどね。はい。わかったわかった。よーし、そしたら、ゴールデンブリッジはもう、ダイジェストだよね。モンスター、倒しダイジェストでお送りしようかな。
ゴールデンブリッジっていうか、もうこの後半までをダイジェストでいいよね。そしたらミドキングがこいつらをいたぶる姿をねお送りしましょう。 TP 回復してねえや、ほら行きます。はい、ということでここまでね倒しましたと。暴れるは23だったな、そういえば。てか普通に余裕なんだけど、まあでも次ですよね。結局霞戦だよな。霞戦ってこれ勝てんのかな。はい、ということでロケット弾だね。穴を掘るですね、完全に。穴を、でも穴を掘るで一撃で行くんか。一撃はないよね多分。ヒトデマンはありそうだけど、スターミーは無理だよな。先制も取れないよね、多分。どうすんだ、俺。どうせこの後回復するからな。水鉄砲を消化したいですね。水鉄砲と穴を掘るを交換しよう。でもあんまだな。ちょっと、いや、倒しておこう。倒しておこうね。てか PP8 ももう2つあるからな。別になんかあんまり気にしなくてもいいような気もしてるけど、暴れるは一応取っとこうかな。あっ、メガトンパンチ、ん、威力一緒だもんね。 OK、 やりました。水鉄砲はねどうせバブル光線と交換できるんでいらないでしょう。よし、では水鉄砲と穴を掘るを交換して、霞戦、行きましょうか。はい、ということで、穴を掘る覚えませんでしたね。穴掘る、レドキング穴掘れないんだっけ。掘れるだろ、角あるし。掘れないの、穴は掘れるだろ、しかもオスなんだから。そうは思いませんかね。掘られることも可能だしな。どうしましょうかね。いやでもまあ、そっか、メガトンパンチ、いやだから超音波か。いやまあ大丈夫だと思うけど、いや待って、危ない。負けちゃうからこれ。はい、いや初期危ねえ、セーフ。なるほどね。でもこれでちょうど傷薬でいい感じに HP 満タンですね。なんか能力値低く見えんだけど気のせい。そしたら霞ね、これ人出番ん、メガトンパンチからの暴れる2回でいける。そもそも先制する、人出番ぐらいにはする。スターミーは無理かな、外すなよ。はい、よし、とりあえず OK。 どうですか、あ、やる、やるか。思ったよりいけそうだな。エスターミーね。これは暴れる2発でいけるのでは？あ、水鉄砲 OK、 ナイス。どんぐらい受ける？あ、まあ、な、受けた今。27か。27、倍あるっけ、威力。倍ないよね。OK！ やるだろ。あ、やった。あ、OK。ギリギリだけどいけたね。25レベルでギリギリか。まあ、バブル光線来なければいけんのか、じゃあ。なるほどね。なんか全然いけるな。そしたら、何番通るかわかんないな。あそこ行きましょうか。はい。そしたら、ここ行こうかね。ここも大丈夫だけどな、別に。あと、傷薬が6個になっちゃったな。でも、お金は結構あるもん。これやっぱ余裕なんじゃないの、これ。いつもめんどくさがって、ポケ戦行ってるけど、行かない方がいいの？行かない方が早そうだよね。メガトンパチもいらねえな。なくしちゃおう。あ、でもこれ危ねえな。砂かけか、こいつ。暴れるの方がいいね。あ、26ね。はい。いや、霞が25レベルで行けるっていうのだけ、ちょっとちゃんと覚えとかないと。あ、急所ね。
だこれやっぱ野生のレベル上げはもうそもそもいらないな。リセットもいらねえんじゃねえのこれ。あでも急に負けて最初からやり直しますとかも嫌だからとりあえず取っときますけど、フレンドリーショップはでもないと無理か、さすがに。あー無理かな、今んとこ無理ではないけどな。天皇が無理か。なんだか暴れるでいいか。暴れる便利だな。なんか暴れるって威力なんだっけ、90ぐらいある、80。この後連打してるだけでいいのはいいよね。あでも二度蹴りも消化したかったけどな。あオッケーいいね、急所素晴らしい。なんならあれか、四天王が一番きつい説あるか。うんそうだな、四天王一番きつそうだな。そしたら三反応かのしかかり取ってライバル戦行こうかな。はい、ということでここのね、最初の方動画出してる時はここの戦闘も出してたな、そういえば。うん、いつからか大幅に削ったよな。まあ、大幅でもないけどな、1時間ぐらい垂れ流してるもんね。ごめんねいつも。見てくれて本当ありがとうございます。あ急所ね、今じゃないのよ。メガトンパンチはね、メガトンパンチ俺全部当ててない、全部当ててんな、多分一回も外れてない。体当たりとは大違いだな。いやライバル戦、ああ、うん、いいな。メガトンパンチって80だっけ ?90 だっけ、忘れたけど。外したっけな。まあ、いっか。では、ライバル戦ね、行きましょうか。技、なんかこんなケチんなくてもいけそうだな、やっぱ。結構余裕あるもんな。余裕ありすぎて我慢の技マシン売っちゃったもんな、俺。初代でね、一匹縛りであんだけお世話になった我慢を。あ、外した。待ってくれ、これはまずいぞ。おい、大フラグ回収が始まっている。やってんだよ。そしたら、いやどうしよう、これやばいな。ちょっとユンゲラいないっけ。いや、まずいってば。急に劣勢になったんですけど。あ、こらったね。あ、オッケーオッケー。こらった。あ、電光石火か。あ、8ダメージね。こらったね、8ダメージね。あ、いいですね、急所。もう一体誰だっけ？ハンドか。あー、いいじゃん。攻撃力関係ないもんだって。いや、あのメガトンパッチビビったな。大フラグ回収だったね。すげえな。で、アイーブイね。まあ、大丈夫でしょう。あ、大丈夫はない。中っけ？体当たりね。大丈夫だよね。あー、急所！だからさー、危ねえ。いや、結局こうなるんだよな。ふぅ。でも中途半端な HP になったなー。もう傷薬全部売っていい傷薬に変えちゃったよ。2個使うか。まあ、まあ、待ち戦行きましょうかね。はい、そしたら、クチバージムね、行きましょう。で、メガトンパンチとのしかかりをね、変えました。あの、クソゴミパンチね。で、結局、いい気のこと1個しか使ってないな。俺、ケチっちゃうんだよね、こういう時。うん。それで何回も負けてんだけどさ。はい、ライチュウね。まあ、とはいえ、メガトンキック一発でも急所じゃなければ大丈夫。はい。泣き声か。それは考えてなかった。まひれじゃ。あ、スピーダーね。どの道負けてるけど素早さ。はい。まひれ。あー待って。本当にやめて。許して。あ、危ない。優勝で負けちゃうから。あ、オッケー。勝ったー。勝ちましたー。あー、まあ、のしかかりでいいか。おや、やりましたー。危ねー。優勝で危なかったなー。なんかなかなか最初の鳴き声が理にかなった行動を取られたな。はい、まあ、そんな感じで、今回はこの辺りで終わりにしよっかな。結構意外と簡単にいけそうじゃないこれ。まあ、いけそうだったらもう最初からドーピングもなしでいいかな。してんの無理かな、どうだろうね。
まあ、わかりませんが、まあ、ちょいちょい手探りでやっていこうと思うので、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。